のくらいなら大丈夫だな。頑張って。全部倒したな。やった。数の割には大したことなかったね。一体一体がこの調子なら。ああ、今回は雑魚的だったけど。二人とも目がギラつい。別にいいだろ。純粋にゲ。さすが、生粋のゲーマーは違うね。しかも、キリト君ってば相当前からこのゲームに目をつけてたもんね。ああ、そうだったな。そう、俺は SAO から生還し、退院してすぐに ALO に興味を持った。無事に家に戻り、ようやく現実の生活に慣れつつあった頃、妹のスグハ、ゲーム内ではリーファと呼ばれており、 SAO を生き抜いたプレイヤーの一人だ。私が前に遊んでた別の VRMMO があるって紹介したよね。
はアルブヘイムオンラインだな。通称 ALO。 空を自由に飛べるゲームで、種族間の争いが一つの要素なんだよな。そして、SAO のサーバーをコピーしたゲームが ALO なの。俺の恋人、結城アスナ。彼女とはSAO の中で出会った。さまざまな出来事に巻き込まれ、二人で苦楽を分かち合い、俺たちは深い絆でつながれた。辛かった出来事、忘れたい記憶、重すぎる事実が心にのしかかる。俺たちには2年以上も生き抜いたあの世界で確かに得たものがある。そんで、お兄ちゃん、ちょっとこの記事を見て。ネットワーク世界で人気の歌姫セブンは実は天才科学者だ。それはマニアックな人が読む記事ではなく、テレビのニュースで流れるような大使。歌姫セブンは12歳ながら、その天才的な頭脳で様々な学位を飛び級で取得し、アメリカの MIT を首席で卒業したという天才科学者である。本名七色アルシャービン女子だって。ああ、それ知ってるぞ。日本人とロシア人のハーフの子なんだろ。仮想ネットワーク社会を研究してるんだって。よく知ってるね。ああ。俺はまだ誰にも言っていなかったが、将来は留学して VR 技術の研究をしたいと思ってた。だから、この幼い研究者のことはとても気になっていたのだ。それでね、 VRMMO の中でアイドル活動してるんだって。そうだね。でもこういうお祭り的な感じが本来のオンラインゲームなんだよ。でも科学者がアイドルなんてすごいよね。私だったら恥ずかしくて絶対無理って思っちゃうけど。
12歳で天才で、しかも歌だけじゃなくて自分で作詞作曲アレンジもしてるなんて。この記事、歌姫の七色に透き通るような歌声、レール王ってプレイヤーキルがあり、あ、というか種族同士の競い合いが前提なのに、攻略のある意味足かせにならないか。やっぱり外国の人のゲームの楽しみ方はスケールが違うな。 VRMMO 研究で注目を浴びている少女、ちょっと興味が湧いてきたな。さあ頑張りましょう。プレイヤーがいるぞ。よし、ここのモンスターの討伐は完了した。次に進むぞ。他のプレイヤーに先を越されるわけにはいかないからな。早く行こう。行っちゃったね。あの様子だと結構上級者みたいだな。ここのフィールドに来ているパーティーだもの、腕に覚えがある奴らだと思う。もしかすると私たちのライバルになるかもね。どこのギルドだったんだろう。さて、私たちもクエスト進めようよ。ああ、見つかるといいよね。なあ、片っ端から調べてみるか。これにするね。長い間人が住んでいないみたいで、あちこ。これで決めてやる。
て決めてやる。見つけたか。でもこれ岩の扉にあった穴より随分小さくない？半分くらいの大きさだと思う。ねえねえキリト君、向こうに日記が置いてあったよ。でかした。何かヒントが隠されてるかもしれないな。かなり古びてるけどどうにか読めそうだ。それじゃあ読んでみるわね。代々伝わる石板を割ってしまった。どうしよう。ワイバーンに一枚奪われてしまった。このことは誰にも言えない。一生秘密のまま生きるんだ。秘密を守ったまま生涯を終えることができそうだ。でも本心では誰かに見つけてほしいんだ。これで終わりみたいね。誰かがこの石板を半分に割ってしまったみたい。ワイバーンってモンスターの名前だよね。ああ、そいつのいるところに石板の片割れがあるってことだな。ユイ、どこにいるかわかるか？ワイバーンはここから北にある浮島に生息しています。これで次の目的地が決まったな。うん、次はその浮島に行ってみよう。そういえばアスナっていつの間にシノンと仲良くなったんだ。何気にシノノンって呼んでる。SAO に
シノノンが来てちょっと経ってからだよ。そう、その頃に私は結構ふさぎ込んだし、自分の置かれた状況を受け入れられず部屋にこもるしかなかった。そんな時アスナが私の部屋にやってきたの。いきなりシノノンって言い出すかと、最初は少し鬱陶しかったわ。でも理不尽な状況を受け止めて戦っているアスナを見てたら、私も SAO の世界で強くならなきゃって思うよ。そんなことがあったのか。まあ俺もシノノンって呼んでいい？あんた何言ってんの？絶対嫌よ。残念だったね、キート君。これで決めてやる。はっ、マナーが切れたのか。はっ、せいせいせい、これで決めてやる。はっ、せい、ここからが勝負だな。キリト、体力気をつけて。残り体力に気をつけてください。セイセイ、マナーが切れたのか。これで決めてやる。はっはっ、ちょっと待ってて。助かったわ。到着だな。ここが日記に書いてあった浮島か。キルト君、いきなりボスの腕増しか。このモンスターを倒せばもう一つの石板のかけらをゲットできるんだね。よし、みんな行くぞ。このボスを倒せばクエストクリアです。頑張ってください。パパ、敵の体力が半分を切りました。さすがです。クリアだな。こんなの楽勝よ。クエストクリアよ。やったやったやったね、皆さん。ああ、これで石板のかけらが揃ったな。この石板をはめれば封印されていた扉が開くんだよね。やっとダンジョンの中に入れるってことね。そこ行ってみようよ。ああ、そうだな。
プレイヤーがいるよ。別のパーティーもいたんだね。あれ？どこかで見たと思ったら。ん？お疲れ様。ああ順調さ。ワイバーンもお前たちより先に倒したぞ。俺たちだって負けない。お前たちもせいぜい頑張れよ。ずいぶん自信があるんだな。ああ俺おい。ああなあ自信に見合った実力が。ああさっき農場であいつらの戦闘を見かけたけど実力は本物だったな。別に敵対する気はないけど負けるのはやっぱり悔しいわね。そうだな。ゲームはプレイするだけで楽しいが、一番楽しいのは一番になることだからな。気を取り直してダンジョンに向かいましょう。他のプレイヤーたちとの競い合い、これも VRMMO ならではの楽しみだ。再びこの感覚を味わえるようになったのはこの ALO に入ると決めたから。あの日俺は ALO へのログインを決めたんだ。
いやいや、お三名様、お待たせしちゃってごめんよ。上司の管に捕まっちゃってさ。彼は菊岡誠二郎、総務省の役人で SAO 事件の被害者たち、つまり俺たちをケアする機関のリーダーだ。その日は俺だけでなく、アスネやスグハも呼び出された。おやおや、面白そうな記事を読んでるね。歌姫セブン、僕も気になってたんだよ。今日は SAO の話じゃないのか。
まあまあ、少し話を聞いてくれよ。この子の歌がまた可愛らしく、それでいて結構レベルの高い楽曲でね。全てを兼ね備えた少女アイドル。確かに俺もいろいろと調べたけど、話題性には十分だよな。あの残酷な事件に相対するみたいな平和提唱のメッセージを持つ歌を歌い、その上ルックスまで備わってる。へえ、お兄ちゃんもこういう子が好みなんだ。違うよ、俺はあくまで一般的な話をしただけでだな。でも君たちも興味を持っていたんだね。俺、ALO にログインしようと思ってる。え？その反応され、でもさ、SAO のサーバーをコピーした新たな世界。さらに SAO ではできなかった飛行を実現させている。今一番熱いゲームであることは間違いない。うん、そうだね、私もそう思うよ。この世界に俺が興味を持つなっていうのは無理な話だろ。
アスナだって興味があるんだろ。前にもだいぶ詳しく教えてくれたよな。仕方ないね。実は私もお兄ちゃんたちを ALO に誘おうと思ってたんだ。なんだ、わざわざ呼び出すこともなかったかな。何か言ったか？いや、何も言ってないよ。それよりキリト君、また VR 世界に行くのは怖くないのかい？辛いことが、これから VR 世界がどうなっていくのか、あの SAO を継承した世界で行く末を見てみたいと思うのは、私も行くよ、キリト君。アスナ。なら、私が先輩だからね。二人のナビもちゃんとしてあげなきゃダメでしょ。よし、そうだな。行こう、二人とも。そして俺たちは ALO の世界へと旅立つことになった。切れたな。大丈夫か？ありがとな。いきなり強いモンスターに襲われてやばかったんだよ。さっきのやつ、中ボスクラスだよな。そんなのにいきなり襲われたらさすがにきついよな。
俺たちのパーティーだけじゃこの先のダンジョンに進むのは無理そうなんだよ。なあ、あんたたちも力を貸してくれないか。あのモンスターダンジョンの入り口のあたりにいるから、倒さないと私たちも中に入れそうにないね。そうだな。俺たちもモンスターを倒すのを協力するよ。おお、サンキューな。あんたらが一緒なら心強いぜ。ああ、よろしくな。このボスを倒せばクエストクリアです。頑張ってください。クリアよ。やったー、ありがとう。君たちは強いな。大したものじゃないけど、お礼として受け取ってくれ。それじゃあ、俺たちは一度町に戻って準備をしてからダンジョンに挑むことにするよ。またな。私は準備できている。そっちは？やっとダンジョンまで戻ってきたね。ああ、あとは手に入れた石板のかけらをはめれば。
が眠ってるのか楽しみだね。ええ、早く入って。そうだな。それじゃ探索開始だ。今夜は何を作ろうか。